久保さん。久保さん。まあ女性の裸だったらいいですね。ちょっと江頭さんを真似してみました。なんか乳首にガムテープ貼ってるじゃないですか。はい。ということで今回は、裸の、裸の王様ですかね。裸の王様っていうなんかあったと思うんですけど、やっぱりですね、まあ僕のやっぱこれ発信で思うことが、やっぱ全てをさらけ出してきたっていう。 すべてをさらけ出してきたっていうのが、まあ、僕の強みですね。だからね、やっぱね、借金があるっていうのは、これね、言えなかったんですけど、言ってよかったなと思います。自分の気持ちも楽になったし、あ借金があっても売れんだなっていうところも分かったし、うん、なんかその、本当に自分を作らなくていい、いや、借金返済のために売ってんですよみたいな、返さないといけないしみたいな、<laughs> 返すんですみたいなね。 だから本当はね、毎月本当に商品売ってますけど、マジでね、返済のために頑張ってますからね。そう。だからやっぱ37歳貯金ゼロですからね、これは頑張っていかないと。うん、だからまあみんながね、裸の王様になったら勝てるのかっていうとわからないです、それは。まあ最低でもし裸の王様で勝ちたいんであるならば、あのー、僕を超えるほどの、 アウトプット量をしてから考えればいいと思うんですけど、まあできないと思うんで、だからあんまり裸の王様をお勧めできないですね。うん、<laughs> な,なぜならば、大体みんな来たくなるじゃないですか。やっぱり世間体とか、ね、やっぱり人の目がとか、わかんないですけど。まあこんなのもできないですよね、多分。多分こんな動画撮れないですよ。<laughs> 僕別にいいですから。そう まあでも大丈夫ですよね。これ、映画ちゃんもこれでやってるから、これでバンされることないと思うんですけど、これでバンされたら映画ちゃんもバンじゃないですか。ふざけんな、みたいなね。<laughs> まあふざけんなっていうか、す,まあ、すいませんで謝りますけど。<う>いやー、でもね、まあまあまあ、一つ言いたいのはあの、なんで裸かかっていうと、ただ今から風呂入,り入,り入ろうかなと思ってたんです。<laughs> それだけなんですけど <laughs> で、ねあの。意図的に裸になったわけじゃなくて、あの風呂入る前に撮っとこうかな、みたいな。 で脱いであれ待てよと。風呂入ってから撮るの嫌だな、みたいな。ここも大事ですね <laughs>。待てよと。もう風呂、もう今日疲れたから、風呂上がった後ちょっと動画撮りたくないな、みたいな。こう脱いで、脱いで、風呂入る前に待てよ、みたいな <laughs>。待て <laughs>。いや、これ撮っちゃった方が良くないみたいな。みんなまあ先延ばしにしますからね、大体は。大体先延ばま,まあ多分風呂優先になるでしょうね。僕風呂、風呂入ろうと脱いだけども、それでも動画撮るみたいな。 あこれぐらいのやっぱね行動量じゃないとやっぱ無理なんじゃないかなと思いますけどね裸の王様で行くためにはくぼさんもね本数多いですけど裸の王様はね茨の道ですけどこれで行ききると楽ですねほんと楽ですうんだからもう今日か今日思いつきで昨日お合わせがあったんですよ昨日お合わせがあって このお問い合わせに被せようと思って、思いつきでですね、もう販売する予定なかったんですけど、今日セールスレター作ってね。で、今日案内したんですよ。そしたらもう、お問い合わせありますね。<laughs> ありがたいですね。うん、まあでも僕、日々こう、振り込んで作ってるんで、まあじゃあ、あのー、じゃあそういうことが一般の人ができるかっていうと、まあできないですよ。それは積み重ねの問題ですからね。今までやってきた部分があるんで、 だからパッと思いついてパッてやったとしても、あの、お問い合わせがある。それはなんでかっていうと、積み重ねてる量が違うんで、普通の人は無理ですよ。思いつきでいきなりやるみたいな。だから思いつきでね、なんかいきなり結婚してくださいみたいな、渋谷で歩いてる人にね、無理じゃないですか。日々のこのね、泥臭すぎるフリーコンテンツがあるわけですよ。裸でも撮ってるわけですから。<laughs> ね。これしてるからですよ。 でもこれしてるおかげでセールス楽でしょうね <laughs>。うん。まあい,いやまあちょっと話まとまってないかもしれないですけど、まあ多くの人はこれはできないと思います。裸では。うん。でも裸は気持ちいいよってサウナいい気持ちいいじゃないですか。裸の付き合いって。そう僕あのコンサル生で1億円稼いだコンサル生いるんですけど、よく一緒にサウナ行ってたんですけど、いいっすよ。 あもうちょっとおいで、お風呂沸きます <laughs>。お風呂沸きます <laughs>。はい、お風呂沸くんで、はい、行ってきます。